東大三塾総支部長の五十嵐恵里と申します。いつもですね、その欅の並木通りのそこの出口のところでチラシ配りをしているんですけれども、いつも一人や二人とかでスタッフで配っているのですね、こんなに大勢の方に足止めていただいて聞いてもらって、緊張しています。本当によろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。